名古屋競馬11レース、ベースプリント920です。能力偏差値ですが、B ランク3等、C ランク1等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。 4。走前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は920メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、3。走前はピンク色の着順が1着で、紫の丸が1400。2月はピンク色の着順が2着で1600。 1600が適距離ですが3月の紫の丸今回と同距離の920では指数の谷になっています920は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が5頭います先行タイプがロットをいます この一角侵入予想図の状況からは、ハイペースが予測できます。先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は3番手からの競馬です。2月は2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。 先行力は40で6位です上がり指数は36で2位です平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干ありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は若干のマイナス評価をした方がいいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています6枠7番スターオブケリーです能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では 2層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が900、2月は紫の丸が1000、920は敵距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は2番手からの競馬です。 2月は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は50で3位です。上がり指数は24で9位です。まずまずの先行力で好位につけられそうです。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。レース間隔を見ていきます。横軸1目盛りが2週間の1開催を表します。今回は 9週間の休み明け初戦になります。鉄砲が効くか大きなリスクがあります。レース感覚はマイナス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。8枠12番、遼河です。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、3層馬5層馬に黄色線を上回っています。特に5層馬は、 黄色線を15上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3走前は紫の丸が1700 5走前は紫の丸が2100 2100が適距離ですが過去1年1400以下の出走履歴がありません 920への距離短縮適性は不明でリスクです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3層前は5番手からの競馬です5層前は9番手からの競馬です中段より後ろ目からの差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は18で11位です上がり指数は38でトップです高い上がり指数で鋭い差し足が見られそうです ハイペースも味方しそうで、展開面はプラス評価していいです。ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。ババが渋ると指数を上げています。明日もババが渋ればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。7枠10番、メテオスウォームです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。 金5層では、前層、2層前、4層前に黄色線を上回っています。特に前層は、黄色線を11上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、トップグループの一角で、連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、紫の丸が1400、4層前は、紫の丸が1400、 1,400が適距離ですが、過去1年、1,400以下の出走履歴がありません。920への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1走前は2番手からの競馬です。4走前は4番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は47で4位です。 上がり指数は31で3位ですまずまずの先行力で好位につけられそうですハイペースは大きなリスクになりそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています4枠4番マーミンラブです能力偏差値は5位で偏差値ランクは d ランクとなります金5層では3層前 五層前に黄色線を上回っています特に五層前は黄色線を16上回る優秀な指数をマークしています能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと三層前は紫の丸が1500五層前は紫の丸が1500 1500が適距離ですが過去1年 1400以下の出走履歴がありません。920への距離短縮適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は花を切っての競馬です。5走前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は51で2位です。上がり指数は28で5位です。まずまずの先行力で逃げられそうです。 ハイペースは大きなリスクになりそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定二重丸を打った5番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定丸を打った7番の対戦成績は有力馬との直接対戦は少なく評価対象外です暫定黒三角を打った12番の対戦成績は 有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定白三角を打った10番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定罰を打った4番の対戦成績は5番に対し1勝0敗と勝ち越しています4番の対戦成績は高評価できます以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは12番良がです 能力偏差値は3位の B ランクです。距離にリスクはあります。展開とレース感覚を高評価しました。対抗丸を打ったのは7番スター・オブ・ケリーです。能力偏差値は2位の B ランクです。レース感覚にリスクはあります。距離を高評価しました。黒三角を打ったのは5番広重ウェーブです。能力偏差値はトップの B ランクです。距離と 展開にリスクはあります。白三角を打ったのは10番メテオスウォームです。能力偏差値は4位の C ランクです。距離にリスクはありますがレース間隔を高評価しました。バツを打ったのは4番マーミンラブです。能力偏差値は5位の D ランクです。距離にリスクはありますが対戦成績を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力。 適正予想の例を紹介しました。指数グラフに加え、新聞コメントや調教などの情報も加味すれば、必ず回収率向上につながります。ぜひ、指数グラフメソッドをお試しいただき、ご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。